グロービス学び放題。皆さんこんにちは、グロービスの井上です。今日は達人の一冊、この本を紹介したいなと思います。ピクサー流創造する力、小さな可能性から大きな価値を生み出す方法。おそらく皆さん、ピクサーという会社、そしてピクサーが生み出してきた様々なアニメーション、見たことある方多いんじゃないかなと思うんですよね。例えばトイストーリー、モンスターズインク、ファインディングニモ、カーズ、リメンバーミー。どうでしょうね、皆さん、多くの感動をこういった映画から得られたんじゃないかなと思います。で、この本の中ではですね、どうやったらこういったクリエイティブな映画が生み出していけるのか、多くの人が感動するストーリーがどうやって生まれていくのか、こういったことが描かれています。で、これは単にピクサーの物語を学ぶだけではなくて、我々がまさにどうやったら創造する力を生み出すことができるのかであったり、会社や組織としてどうやったらもっと新しいアイデア、新しい創造性が生み出されていくのか、こういったところにヒントがある本であります。